デフェンソールスポルティングクルブは、ウルグアイの首都モンテビデオを本拠地とするスポーツクラブである。この記事では、主にデフェンソールスポルティングのサッカーチームについて説明する。2020シーズンはプリメーラディビシオンに所属。クラブ創設は1913年、ラプラタ川沿岸の高級エリアであるモンテビデオのプンタカレータス地区を本拠地としている。 ペニャロールとナシオナルの二強体制が続く、ウルグアイリーグにおいて、近年はダヌービオと並んで3番手のクラブとみなされている。ダヌービオとの対戦は、クラシコでロスメディアーノスと呼ばれている。2019シーズン終了時点で、プリメーラディビシオン優勝回数は4回で、ペニャロール、ナシオナルに次いで3位タイである。プリメーラディビシオン在籍年数は、ナシオナル、ペニャロール、 バンダラーズに次いで4番目に長い。コパリベルタドーレスには16回出場しており、最高位は2014年のベスト4である。1913年3月15日にデフェンソール、フットボールクルブとして創設。その後、一度は解散するが、1922年にクルブ、アトレティコデフェンソールとして再結成した。1989年、 バスケットボールを主体とするスポルティングクルブウルグアイと合併して現在のディフェンソールスポルティングクルブとなった。1913シーズンにディビシオンなるエクストラ A に参加。翌1914シーズンにセーグンダディビシオンに昇格。さらに翌1915シーズンにはプリメーラディビシオンに昇格を果たした。1915シーズンは 10クラブ中4位というまずまずの成績を残した。しかし2年後の1917シーズンを再開で終え、セグンダービジオンへの降格が決まると、ディフェンソール FC はクラブを解散した。1922年末、ペニャロールとセントラルがウルグアイサッカー協会を脱退して、ウルグアイサッカー連盟を設立した。これを機に CA ディフェンソールとして、 再結成して1923シーズンから夫婦主催の国内リーグに参加した。その後、アウフと夫婦の再統合を経て再開された1927シーズンから、ディフェンスオールとしては10年ぶりにアウフ主催の国内リーグに復帰した。1927シーズン以降、2部で過ごした1950シーズンと1965シーズンを除いて、常に1部リーグに在籍している。 1976シーズンには守備的な戦術を採用したリカルド・デレオン監督の下でリーグ初優勝を飾り、1932年にプロリーグ化されて以降、初めてペニャロールとナシオナル以外の優勝クラブとなった。翌1977年にはコパリベルタドーレスに初出場を果たした。その後も1987シーズン、1991シーズン、 2007から08シーズンとプリメーラディビジオンを制している。2007年9月には国際サッカー歴史統計連盟によって世界月間最優秀クラブに選出された。2014年のコパリベルタドーレスでは過去最高のベスト4に進出した。5ゴールを決めて得点王になったデフェンソールのニコラス・オリベラが大会 MVP も獲得した。 モンテビデオのロド公園に所在するエスタディオルイス・フランシーニをホームスタジアムとしている。ルイス・フランシーニは30年以上にわたりクラブの会長を務めた人物の名前である。スタジアムは1963年にオープン。1998年に改築された。1万6000人収容。クラブが自ら所有している。コパリベルタドーレスやコパスダメリカーナなどの 国際大会では、ディフェンソール以外のクラブが使用することもある。2015年のコパリベルタドーレスでは、ダヌービオ対コリンチャンス、ダヌービオ対サンパウロの2試合が行われている。サッカーのほか、ラグビーなどの試合に使用されることもある。ディフェンソールの下部組織は、優れた選手を多く輩出している。後に、ウルグアイ代表やヨーロッパ5大リーグで活躍した選手も多い。 ホルヘイダ・シルバ、セルフィオ・マルティネス、セバスティアン・アブレウ、アンドレス・フレウリキン、マルセロ・テヘラ、ダリオ・シルバ、ゴンサロ・バルガス、ディエゴ・ペレス、ニコラス・オリベラ、マルティン・カセレス、マキシ・ペレーラ、アルバロ・ゴンサレス、タバレ・ビューデスなどが、ディフェンソールの下部組織からトップチームを経て、海外の有力クラブに移籍している。ホームカラーアウェイカラーなし、デフェンソール・スポルティングは、 サッカー以外にもバスケットボール、陸上競技などの競技チームを保有している。特にバスケットボールチームは国内外の大会で大きな成功を収めている。ディフェンソールスポルティングの前身の一つであるスポルティングクルブウルグアイのバスケットボールチームを引き継いでいる。創設以来、現在に至るまで同国を代表する競合クラブである。 国内リーグのトップカテゴリーであるリーガウルグアージャでバスケットボールに所属。古くからの競合でリーガウルグアージャの前身のカンペオナートフェデラル時代には最多となる18回の優勝を遂げた。国際大会でも活躍しており南米クラブ選手権で2回リオプラテンセ選手権で5回の優勝を記録している。デフェンソールスポルティングの前身の一つである。 スポルティングクルブウルグアイの陸上競技チームを引き継いでいる。1910年に9月14日にクルブペデストレイアトレティコデルウルグアイとして創設。1912年のバスケットボールチームの設置に伴いスポルティングクルブウルグアイに解消した。スポルティングクルブウルグアイはウルグアイ陸上競技連盟1918年設立の創設メンバーのうちの一つでもある。 このクラシコは、クラシコ本来の歴史的な地域ライバルに基づくものではなく、近年好成績を残している2クラブの対戦をマスメディアが持ち上げたものである。そのため、クラシコと呼ぶことに否定的な意見もある。ウルグアイサッカー連盟主催リーグの結果は、ウルグアイサッカー協会から公式記録として認められていない。アマチュアリーグ時代を含めると、1931。 シーズンのワンダラーズ以来45年ぶり。ありがとうございます。